筋肉っていうところに特化してます。筋肉でなぜ筋肉かっていうことなんですけど、あの今まで医療関係者の方で筋肉のことを熱く語る方に出会ったことありますか？ないですよね。初めてこんな人いましたね。筋肉の話ばっかりする人でこれなぜかというとですね、あの人の体っていうのは 50% ですね。 50% 半分筋肉なんですよ。半分が筋肉でできてるんです。で皆さんが具合悪いとか調子悪い時にこの半分の筋肉っていう場所を無視したまま病気治そうと思ったら治ると思いますかってことです。どうでしょう。体の半分はもう全く見ないのか、半分の中だけで病気とか治そうと思ったら可能だと思います？難しいですよね。多分ね、自動車だったら分かりやすいですけど、自動車調子悪い時に金属と呼ばれる部分だけ無視、絶対見ない。金属以外のところだけでどこ調子悪いか一生懸命探したら、探してとか治ると思います？難しいですよね。例えばね、治るものもあるんですよ。パンク、例えばですよ、あれ全部ゴムでできてるとすれば、まあ、金属実際は入ってるんですけど、ゴムでできてるとして、そのゴムが穴開いて空気が漏れたと、あ、ここに穴があるから穴を詰めて空気入れたらまた走れますよね。だから治るものもあるんだってこと。だけど私の専門はどこでどんな治療を受けても治らない方専門でやってるんです ね。でこうなるとどういうことかというと、筋肉以外の場所の研究をしている方っていうのは世界中に山ほどいます。失礼ですけど本当にどんぐりの背比べで山ほどいます。わずかほんのかすかなところ俺のが勝ってる、俺のが勝ってる、俺のが勝ってるって、これずっとやってきたんですよ。で筋肉いないんですよね、どこで何やっても治らないんだったら残り筋肉に問題があるって思いませんか？ご理解いただけます？この話で私はどこでどんな治療を受けても治らないから専門なんで、残りは筋肉のはずなんで、その筋肉っていうところと病気とかの関係を調べて治療の仕方を作ってる。